最近私のチャンネルではですね、模擬授業で授業の腕を上げるというね、模擬授業の動画を配信してるんですけども、そのことについてちょっとまとめて、簡単に紹介したいと思います。模擬授業をする、人前で授業をするっていう経験はね、おそらくねほとんどの先生方ねしたことないと思います。学校の研修でね、模擬授業とかってね、ちょっと前までね採用試験でもね模擬授業ってありましたけどもね、実際と同じような流れで授業をするっていうタイプじゃないんじゃないですか。あの紙見ながらちょっと説明しながら授業を進めるっていうタイプの模擬授業っていうのもねあるんですよね。でもそれは本当の模擬授業ではなくて、本当に模擬授業って言ったら本当にね、子どもの前、子どもう他の先生方は学習者、子ども役になって前に立った教師は本当に授業する通りにやるっていうことですね。余計な説明はしない。それが本当の模擬授業なんですけどもね、どうですか、やったことありますか。多分ね、やったことない方が多い。まあ10人いたら9人以上 10人ともやったことがないっていう感じだと思うんですけどね、これをやるとやらないとではその後の教師人生、授業技量がね全く違ってくると思います。これ勇気がいるんですけどもね、映像を見てもわかると思いますけども、これ誰からも強制されてやってるわけじゃないですよね。皆さん自分たちで人前で自分が授業をして、まあ簡単に、まあざっくり言うと、もう恥をかいてっていう、恥を忍んでっていう感じですね。緊張するんです。その緊張感の中で授業をして、自分より授業が上手い先生にアドバイスをもらうっていう、ね、これがですね一番、これは授業技術じゃないんですね、技能なんです。自分がやっている授業の技能をそのまま批判してもらうっていうことですけどね、声とか歩き方とかね、表情とかも含めて意見をもらう、こういう経験がもうどれだけ貴重かっていうのは、もうやってみて技量を身につけて自分たちの目の前の子どもたちに教室でやってみて、子どもたちが分かる、できる、あ先生楽しかったっていうように変化した、その実感を手にした先生じゃないと、この模擬授業の素晴らしさっていうのはなかなか分からないと思うんですね。ですからやってみるのが一番なんですけども、でもこうして YouTube の動画で、あこういうふうにやってるんだっていうことをね知るところから始める、それが第一歩ですよね。この動画を見ただけでも分かる人にはまあ半分くらいは伝わるかもしれませんけど、一番いいのはねこういうのを自分でやってみることが一番いいんですけどもね、こういう動画っていうのはねなかなか少ないと思うので、今回アップすることにしました。私もこの動画の続きをたくさん持っているので、まあ共有財産にするために少しずつ上げていきたいなとは思って、今回上げたのは1本目は授業が流れるとはどういうことか。授業が流れるっていうのはこれ良くないことなんですよね。もう平板にスーッと行っちゃう。1年生なんかは教師の話聞くっていうだけの授業だったらつまんないに決まってますよね。授業っていうのはね子どもの活動が必要になりますよね。子どもが動く、書く、発表する、そういうのがない授業っていうのはどういうものか、どうして流れちゃうのかってことがこの1本目で解説されています。で2本目ですね、授業が早すぎる、スタートを揃えよ。これ私たちのねテンポのいい授業っていうのは子供早すぎてついていけないんじゃないかって言われてますけどね、逆なんですね。子供っていうのはテンポがいい授業の方が乗ってくる、理解しやすいんですよね。これ小さい子、年齢が小さい子ほどそういう風になっています。ところがですね、この授業のテンポの良さと授業の速さっていうのはね違うんですね。よく別の言葉で授業が荒いって言いますけども、荒い授業は子供がもう理解不能になっちゃうんです。このスタートを揃えよって書いてますけども、いきなり問題だけを提示したらこう落ちてしまうお子さんっていうのがね必ずクラスの中にはいるはずなんですよね。ですからその問題を出した時にみんなが分かる、これなら大丈夫っていうような状態を作るために揃えるっていう、整えるっていうね手立てが必要なんですけどね、それを抜かしちゃうのを授業が早すぎるっていうんですね。ですからテンポのこととは違うんですね。そのことを解説しました。
3つ目ですね、念のためにっていうのは、これはよくね、向山先生の算数の授業で使われる言葉なんですけども、これはどういう時に使うのか、何のためにあるのかっていうことをこの模擬授業で解説しました。まあ、教科書っていうのはね、よくできているテキストなんですけども、その教科書であってさえ、まあ、算数の教科書で言えば、例題があって、類題があって、練習問題っていうのがありますね。そのね、隙間をその順番通りにやったんではちょっと飛んでしまう、落ちてしまう子どもがいるなっていう時には、先生問題って言いますけどね、じゃあ念のためにこれやってみようかみたいな感じで出す、こう隙間を埋める問題が必要なんですよね。そこはね、そこは教科書の構造を見抜くっていうね、力が必要になりますけども、その見抜くっていうのはどういうことなのかっていうのがこの3番目の動画で解説されています。4つ目は知的な問いで、授業は波打つ。この授業が波打つっていうのはね、馬場先生のね、もう名言だと思いますけどもね、単調な平板な授業をしてたんじゃ子供飽きてきちゃいますよね、集中力落ちちゃいますよね。そこを知的な問いで、まあ、変化の繰り返しっていう言葉もありますけども、ちょっとそこはね、変化では伝わらない部分があるんですよね。知的な問い、ちょっと1段2段ね、上の問いをパッと出した時に、えってなるようなね、そういう波打つ授業をしましょうっていうのがこの4本目ですね。で、5本目は100玉そろばんというね、今日この100玉そろばんの使い方のね、場面、ちょっとねカメラの位置でね出てきませんでしたけども、いかにこの教具が大切か、特に1年生にとってですね、そのことが分かるような動画になっていると思います。なお、動画の概要欄に100玉そろばんの購入方法もリンクさせてますので、よかったらご覧ください。これね、本当にね、絶対必要な学校に、絶対必要な学校、学級ですかね、1年生が3クラスあったら3個必要ですね、その学校に。でもですね、たまにですね、100玉そろばんを持ってない学校とかありますので、私は自分でね、持って歩いてましたけどね、移動した時にね、学校に100玉そろばんないとね、そして1年生の担任になったとしたらね、これもう大きなデメリットですからね。そのために自分で買ってましたけどもね、そこまでできなくても学校で購入するっていうのがね、一番ですからね。もうね、今からね、もし学校にないっていうのが分かったら、今1年生の担任じゃなくてもね、これはぜひね、要望を出して、その学校で、その学校に置いてもらうことにした方がいいと思っています。で、6つ目ですね、足し算の1年生のね、足し算のね、導入部分の授業ですね、とっても貴重な授業になってますけども、授業には骨格がある。この動画の中で馬場先生は、同じことの繰り返しが大事なんだって言ってますけどもね、足し算のこれ、いわゆる計算ですね、これから1年生、2年生、3年生、4年生、中学生、高校生になっても、計算式っていうのはね、算数、数学の授業のもう大事なね、部分になりますよね。それのもう人生で初の、計算式を習う場面ですね。だから当然ね、そこが骨格になりますよね。式、答えっていうのも骨格ですけども、具体物、反具体物、そして数っていう風に流れていくっていうのも骨格ですよね。それについては、くどいほど、最初から分かるっていうお子さんはね、もう半分くらいだと思います。やっているうちに骨格っていうのは、いっぺんで分からなくてもいいんです。いっぺんで分からない子もね、いるんです。ですから、しかも大事なことですね。ですから、繰り返し同じことを教師が授業の中で繰り返してあげるっていうのはとっても大切になるってことを訴えていますね。こういうような感じで、この続き、今週はね、この6本もね、アップしたんですけども、また時間を見つけて少しずつアップしていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。